何をいただきましょうか。豆苗炒め、鶏肉とカシューナッツ炒め。なんか YouTuber が来る、はい、前橋刑務所は日本一道が悪いんですよ。生きて帰ってこれないですから。いつ出てきたんですか。まあ、10日前です。17日で出てきたばっかりです。先輩のとこ行く、生きに行く前は飲まないんですよ。お酒二日酔いとかいっぱい痛いんですよ。まあ、なもう極力10時ぐらいに寝るようにしてます。入れずに飲まないんですよね。もう全部船内手掘りでやってます。あ、頭を押さえつけられないな。痛がりなで、それって本当なんですか。本当ですよ。で、俺がこうやって寝てるところを先代が俺の頭の上にこうやって乗っかってで、動かないようにこう全部手掘りですか。全部手掘りだよ。だから貴重なんだよね。その割にはすごいスピードで入れましたよね。で、こうやって掘ってる時にパンパンって弾かれたんですか。結果ないですね。掘りすぎて集中力じゃないですか、はい、あれ途切れるときないですか。ありますよ。だ仕事やりたくないときもあります。バンク言えばよ、これをやれば銭になるっていうのはまずは念頭にあるんで、商売だから。あ、だから普段申し訳ないんだけども、ちょっとボタンの絵変えてくださいっていうの、うん、あ、そうするとボタンにかけないんですよ、ね、紙の上では。あ、ところが人間の肌を見てからボタン掘るとなるとかけるようになる。肌に直接書くってことですか。ボタンはペタンシップはやらないから。あ、そうなんですか。だからボールペンでちょっとボールペンでバーッと全部書いて、はい、でその上から彫っていくわけ。下絵があるわけ、本で、はい、でお客さんその下絵見て、はい、この通りにはなりませんよと、まずはそれは認識してもらわなきゃいけない、ね、はい、あくまでもこれは下絵だからと、うん、で、まあ、選ぶわけだね、お客さんが、はい、それ見て俺らは絵を描く、体に直接は。ドバジル昔ペタンシップやるなって絶対ペタンシップはダメだよ。これはペタンシップやってやらないわけ。懐かしいな、もうすごい懐かしい。親父は色入ってないでしょ、うん、うわ、迫力ありますね。これが理由っていうのが、先代にあの入れてもらうときに、はじくんは肌の色黒だからカラソボリの方がいいな。本当ですか。それで炭だけで色なしで、はい、あのカラソボリっていいんですか、こういうの、うん、カラソボリですね。ただになんか先代面倒くさかっただけじゃねえか。でもそっちの方が早く仕上がるもん。そうで1日で自分があれがあるわけ、マネジメントがね、ここまでやってここまで稼ごうっていう、それを1週間作っちゃう。あ、継いだ形になるわけですよね、はい、やろうって思ったきっかけって何かありますか。初めはやっぱりちょっとブラブラしてて、はい、で初代を持った時に金がないって時に、初め漫画家やってた、はい、それで食っていけないって時に、はい、手っ取り早く金を儲けるっていうんで始めました。お金が欲しくて。そう、芸人趣味だもんね。それでだんだん考えが変わってくるんですよ、やってるうちに。ああ、やってから好きになった。ありがとうございます。それで人に入れ墨とか入れると、はい、この人の一生って考えた時にはちょっとやみまして、それで酒を飲むようになってアルコール中毒になったと。はい、今はどうなんですか。あ、今もそのままアルコール中毒。今お仕事に対してはどうなんですか。その最初の頃は金目当てみたいな感じ。はい、あ、もう全然考え方変わりましたね。全く作品をこう一個一個向き合って作っていくみたいな。これ入りは軽い考えで、はい、やっぱり人の人生考えるとしたら、あ、ビーズは何だっけ、その葛藤があると思った。先に走ってこうなってるっていうのはあります。だ結構親父とかにも迷惑かけてるし、はい、うん、ほら仙台福島あの近辺よ。二人でずっと車で何時間もかけて、うん、あ、車でですか。車でもあの時、お化け聞いてて、あれ何年ずっとやってたよ、うん、先輩懲役で配食やってたから転職うまいっすよ。あの量がぴったりですか。配食だからやった。配食ちょっとやってましたから、もう量ぴったりですか。どれで緊張だと思って、もう豆一個クリーないですから。懲役はこの配食の喧嘩だからね。いやでも漬け盛りやんないと、やっぱやるとこはやんないと、やっぱ不良のところは漬け盛りしないと。どれで均等に分けられてると思って。だけど一応仙台とあのおじさんのところは
ちょっとちょっと漬け盛りやろ、漬け盛りして顔漬けでやってます。懲役は本当にこれで喧嘩になるから、ね、そうこれで本当たくまん一切れ多い少ないで喧嘩ですから、なんで俺のが二切れなんだよって、あっちが四切れ待ってやーなんて始まっちゃいますからね。やっぱりさっきちゃんと肉が2個ずつになってましたもんね。そうです、2個ずつ分けて、さらにその後人参分けて。横浜刑務所って向きも混ざってんすよ。はい、あの向きのやつが何人かいるんで、で向きのやつが配色してたんだけど、やつなんだけど、強盗放火殺人で、あいつ自分だけ漬け漏れしてるとか言って、ね、他のメンバーがもう出れないんだから、ちょっとくらい前菜くらいちょっとくらい多く食わせてやってもいいじゃんとか言ってたんだけど、俺じゃダメだよ、俺だって18年ですよとか言って3年だけで言えない、文句言えないですよね、そうじゃん。18年でも長いですよ。長いよ、長いですよ。14年行ってますよ。14年です。裁判でね、はい、あなた懲役18年って言ったら肩を落とすってね。いやー、脱臼しちゃいますね、うん、はい、脱臼しちゃいますよ、本当に悪いやつ持ってね、はい、あのこれも殺人で最後に入ったんだ、入ったんだけどね、はい、これはひどかったね。常識なんてのは全くない男だったね。だから結局家族も誰も死んだ時に引き取り手がいなかった、はい、ああ、名簿だけです、名簿だけ。まずサロンが並べていかない、まあ、頑張ってじゃないと懲役の配置からできないですよ、配食があります。自分も配食やってたんで、配食やってましたかやってました。じゃあ分かってますね、行かなくてもまず親父をやりくりして、この親父の時はできるな、この親父の時はできないなっていうのがあって、ありますね、ありますよね。だけど横浜みたいに向きの人間がいると飯のことでガタガタ言えないですよね、刑短いと。3年とか4年だと短いですもんね、刑が。そうですね、はい。俺ガキの頃船橋東警察署が脱走しましたよ。先輩たち鎌ヶ谷警察署にできたばっかの新しいの私列取られたんですよ、募集されたんですよ、うん、裏から入ったらセンサーついてるの知んなくて、20人ぐらいに追われて、で1回退化はしたんですけど、それで少年行ったんですよ。昔は警察署からバイク盗んで、そうそうそうなんです、流行ってた。それだって教えてくれたのは先輩じゃないですか、検証 OK ですよ。そうじゃないですか、はい、検証します。ちょっとこれ少ないかなって感じだけど、私のとこなんでこれで強化出ると思います。担当はちょっとあれですか、あ、まあでもここぐらいですかね、ここは私これ食べるんで、でこれが漬けってことですよね。そうですね、はい、はい、そしたら大丈夫だと思います。まずここからいきます。はい、これ一応手切っといてください。ズーズーズーって親父が来たら言ってください。今でこそインターネットとかですぐホリスさん探せるじゃないですか。はいはい、昔探せなかったんですよ。昔はね、俺らはね、みんな紹介、そうですよね、紹介でないといかないから。俺、本当は10代の時に入れたかったんですけど、それでもう探し回ったんですよ。だけど、結局はどこか分かんなくて、入れられなかったんですけど。小川さんって、はい、タバコは吸われる方ですか。最初は吸わなかったんですよ、3日間ぐらい。ちょっといたずらで吸ったら、店の本社が先輩にやめた方がいいよなんて言ってて、先輩がバカバカ吸うもんだから、いたずらで吸ったらやめられなくなっちゃった。もったいないですね。もったいなかったですね。だけど、しっかりしたほうがないです。なんで、まだやめられる可能性が。ああ、確かに。まだ戻れますね。まだ、クリーンだから範囲に入ってます。先輩だってもう、禁煙なのに吸っちゃってるから、もう。確かに持ち込み。持ち込みで。ジュースを持ち込みで。あ、でもここは完全禁煙ですよね。完全禁煙ですよ。だけどそれ刑務所でいう点切りつって見張りながらこう押さえておいてロックオンして。僕は今日は点切りがかかる。点切りがかかるですよ。先生が教えてもらったんですよ。ここなんで開けるかっていうのは、昔江戸時代悪いことするとこう。テーマつかねえ。輪っかね。輪っかをつけられるから。それが入れ墨。で、俺は入れ墨だけど、そういう前科者じゃないよっていうので、ここを開けてるっていう。だから今やってるのは、そうなんですか、ね、入れ墨と彫り物って違うんですよ。はい、入れ墨はこの輪っかなんです。島流しで。で、彫り物は絵なんです。そういう。これ前科何般ってわかるっていう。前科があると、こう輪っかを入れられちゃうんですよ。入れ墨っていうか、こういう墨を、体に墨を入れるっていうのはね、僕にはやってたんですよ。
で、それはだから明治か大正か、一回ね、禁止令が出たことあるの。でから昭和から今度こうなってから、今度あの医療関係にちょっとずんずるようになったでしょ、うん、消毒とかその感染病とか、うん、そういうのにやっぱり関係してくるから、うん、だからちょっと厳しくなったかもしれない、うん、だからあオートブレードってやるんじゃない、消毒用の機械滅菌ね、うん、はい、あれがないとあの外国からは取引できませんよというね、あの元があったこともある。だから俺買ったんだ。そう。でそれで殺菌と滅菌って違うから。あ、俺あ、今これうまいっす。あ、いいっす。あの梅梅っすね。梅いいですよ。俺これ昔よく飲んで。炭酸で割りますか。あ、いいっす。あ、間が空いてないんです。本当だ。あ、ではね、その全部料理しているんで。これ和彫りしようって言ってたの。これは多分洋が得意な人だと思うんですけど。あ、はい。え、こっちは。こっちは。こっちも。こっちはこういう。あ、あでお腹はどうなってるの？お腹。そうですか。こういう。あ、いやでもね、やっぱ入れ墨はね、でもね、見切りがかっこいいんだよ。はい。でもね、割った方がいいよね。あ、でもそうだよね、そうなんですよね、そう絶対割ってた方がいいよ、はい、もうこれもうどうすることもできなくなっちゃって、ここでせっかく胸割りになってたのに物足りなくなってここに入れちゃったんで、はい、しかも入れ墨は絶対胸、こう見切りがかっこいいじゃんすいません先輩入れますか前回あれ、あの出所飯の時には、はい、久々にやったから痛かった、そう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 、だからな最近なんて大丈夫ですもんね、大丈夫です、全然痛かったないですよね、いやどうかなもう痛くて失点バッとしてた音がいたの、あとダプトが小さくなるまで痛がっちゃってから、ある意味ね、安全にかかったみたいにね、バタッと平気になっちゃったんだよな、うん、突然だよ、あんだけ痛がったやつがなんで大丈夫かった、え、大丈夫です、あれは不思議だ、全く痛くなくなった、ま、麻酔とかないですか、え、麻酔とかは安いの、ね、筋盛りは麻酔効かないから、ああそうですか、俺は麻酔なんか昔はもう束になって手に入れて、白かいんだよね、あの歯医者の、それは塗る、ね、あの注射の方の、いやいや、もうそのまま炭吸っちゃうんだよ、うん、もしもし混ぜてですか、炭に、炭吸って、はい、はい、そうですね、裏であの麻酔を手に入れてくるわけ、あの歯医者が使う、なるほど、4% じゃないけど、それは痛くないですか、え、それは痛くないですか、使う人いるんですか、寝る気があったら、白かいな、なくて、もっといいのが、はい、もうホリゴロとかそんな時代ですよね、そうそうそう、ホリゴロとか、ホンテタロさんの体一番最初に掘ったのが先生、洗剤なのよ、自分であの体貸したんだもんね、ホンテさん、私やった当時ね、あの色がなかなか手に入らなかったんですよ、だからペンキとか、あれ、ね、自分でやった金を吸って入れてみたりさ、うん、それ自分の足、自分の足腐ってんの、あの試しに、あ、ね、その昔、その色を手に入れるときに、前橋刑務所だった、どっからアメリカ、アメリカ、アメリカですか、はい、うん、はあ、でそれはある、シンジケートって言ったら大げさだけど、あのジョージ大学のね、はい、人がうちの近所にいたから、歩いて、いや、語学のペラペラなんだよ、昔よかったです、でそれと大学の娘なんだけど、まあ、前橋もそこは色を知ってて、ここで話してたら、私やってますから聞いて、やってくれたの、メモいいっすね、でも届くまでに何1ヶ月くらいかかる、本当に届くのか、今みたいにアマゾンとかですぐってあるじゃないですか、通訳通して、そうそうそう、でもアメリカでびっくりしたらしいよ、こんな大量に仕入れて日本で商売するのか、そうだから、あの時先に金振り込んでから、あの貿易ってのはそうなのね、ある通帳の中に振り込まないと向こうから品物は届かない、いつの雨経っても来ないでね、そしたら来たもんね、ちゃんと。びっくりして、今でも使いようがないよ。もう腐るほどありすぎちゃって。まあ俺は疲れますから、はい、そばに見てられると、うん、息抜きできないから。そうですよね。で、手抜きできないでしょ。一日何人もやる、いや、やります。そうですね。7人ぐらいやるときありますよ。だから、そんなにですか、詰まれるわけだよ。そう、そう、って。だから金額決まっちゃうんだから。あんたはいくら、あんたはいくら、あんたはいくらって決まっちゃったから、例えば1000万の仕事するでしょ、ああそこの中の3分の1はもう前取りするわけですよ、そうすじ盛りバーッと割って中間ぼかしに入るじゃないですか、ああそれはぼかしに入って途中で3分の2のお金をもらうわけです、ほんで黒ずみが終わって色に入ると残りのお金をもらうわけです、ああほんで色に入って仕上げて終わるわけです、だからその代わり一人でも残ったらそれは俺の責任だから必ず一人でも通って仕上げますよっていう
条件付きでやる。だから俺は必ず行きます。我々はね、絶対にね、紹介がないと絶対移動しないんです。これは、ま、絶対の条件ですね。で、紹介者は紹介した以上、その紹介者の顔を潰すわけにいかないから、向こうも一緒にやってくれるわけですよ。そういう世界の人たちだからね。なるほど。ところで、ちょっと話に水をさして申し訳ないんですけど、おこがましい質問なんですけど、先代は入れ墨で今まで総額いくらぐらい稼げましたか？それはおくろがいつも文句言ってる。とっくに家の2軒3軒だって。これ面白い。人間の心理っていうのはね、全然見えないとこ続かれると痛いんですよ。あ、うん、なんか分かるやん。なぜかというと、構えができないから。あ、例えば煙たいててもこれから殴ってくるぞって言うと構えができるじゃないですか。そうするとある程度あの我慢できるんですよ。喧嘩だから、喧嘩の時 の殴られたって痛くないんですよ。夢中になっていくから。ところが見えないところで拭いてやられると、これはもろに痛くなる。はい、天気来てます。はい、大丈夫です。抑えてます。殺します。先代のバリバリやってる人やっぱ違うんですよ。やっぱ客、ヤクザばっかだったじゃないですか。今、先輩、どこら辺終わりですか？いや、だから、ほとんど肩切りの人。やっぱ、99% 肩切り。全く逆だから。逆。だから、昔と逆。90% から 100% 俺はもう家業の。すごいよね。だから、昔はそうだったよね。まあ、でも俺ももう80だから80に先生見えないですよ。俺は先生100ぐらいまで生きられますよ。いやこれ次第でね全く心臓が悪い。心臓はね、本当ね、遺伝ありますよ。遺伝、遺伝、遺伝、遺伝。それさ、あの、カテーテルで思い出したんですけど、カテーテル真紀さんと仲良かったですよね。カテーテルでしょ。あの人6回やってんだよ、心臓。まだも酒飲んでたよ。だってディスコで俺嫁宣告されてるんだよって言って、あの女の子が一回だけやらせてくれって言って、あの人嫁宣告されてるんだって。同情さって、生態師、生態師、同情さって、生態師。先生もやっぱり今でもラーメンとかって食べるんですか？大好き。強かったよ。大好き、大好き。ラーメンはうまいっすよ。今のラーメンって昔より美味しいですよね。今のラーメンってね。でも俺は昔は東京ラーメンやっぱ好きっすよね。あのね、シンプルな。小川さん何年？あ、ていうか、はい、自分はメンチらしいです。最近あんまりないよな、メンチらしい。でもメンチらしいもかっこいいっすよ。かっこいいっすよ。あ、天下、天下ごめん。天下ごめんです。こちらでごめん入れられちゃったっすよ。何個？ごめん入ってます。あ、はい。あの100面っていうのはね、一つだけはあの絶対人に見つからないとこ入れるんですよね。あ、そうなんですか。そうだ、隠し彫り、隠し彫りってやつ。おしゃれ。へえ、あ、そういうのあるんですか。100面っていうのは 100個面を入れる。100個面って99個入れて、うん、で、あと1個は、うん、絶対分からないとこ入れろっていうあれがあった。で、パッと見るとムカデになるんですよ。ああ。で、かつ油かけると女のあそこに見えるような。ああ、なるほど。ああ、そういう隠し彫りが一回あった。あ、そう、なんか数珠もほら全部まかないで1個だけ開けとくとか、なんか昔の締め付けるとかなんとかって、うん、土方掘りしてたですよね。あのね、関東の方ではあの土方掘りとかなんか、ね、関西の方では送信掘りって言うんですよ。昔はだからあの決まりがあったのね。足首手首五分は五分してみんなあったの。七分は七分なりしてみんなそのあれがあったんだよね。七分は七分なり。まあ、僕の先輩がおかしいんだかなんだか、バクトは五分だとかっつってそんなんないですよね。そんなんないね。酒だけちょこちょこって見えて、我々は全身入ってるよっていうような。今の子はそうですよね。でもね、あるんですよ。この腕のここだけ入れて、ここと裸になると、前途の中と敵屋に多かったですよね。あ、でも中継ってすごい、そうですよ。おじいちゃんとか、はい、あのこの辺しか入ってないしてますよ。あの、こうじゃなくてもこの辺しか入ってない。こっちが入ってない。でもね、さっきモルゼン入った時あったでしょ。トゥエイが、高岡健太、鶴田浩二だの。あの時に、全部、あの入れ墨が全部入ってたじゃないですか。で、彼ら全部書いたじゃないですか。あれで仕事を何回か頼まれたことある。映画の、映画のあの、あれ書いてくれって。あれ、あれやるとね、随分正直言って他に稼ぐことで稼げられた。稼げる。例えば、全部書いて、それだけ写真をバーンと撮りたいっていう人がいっぱいいたのよ。あのね、千葉にね、桑崎宏っていうのと、その嫁。はい。桑崎宏、京都の熊坂夏江。この二人はね、今年が55と
写真は出せないですけど、大丈夫ですか？写真出しちゃってもいいですよ。いや、これは俺の兄弟分の金や、はい、仕事の金やパクって、はい、要するに兄弟分の米びつに手を突っ込んで400万持って福島に潜伏してるの、はい、熊川博士、昭和47年2月頃、これの俺の2つ言ってるんだね。で、もう一人が昭和43年ってことは、これは俺の5個で姉さん夫婦で、はい、うん、熊坂ね、福島界隈の人でこのお二方を見かけた人は連絡を待っています。はい、まあ400万って感じだからね、すぐにはなくなっちゃうだろうから、この仕事で使ってたやつにこうやって裏切られるパターンが多いですよ。顔写真は出すことができないんですけど、名前だけで大丈夫ですか？福島に潜伏してるんで。わかりました。大体こういうことするの、国やってるカンパ、たかだか400万ぐらいの感じ、人に探されると情けない。